サタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、柿原忠史です。3月2回目の週末です。ちょっとそれはいいんだけど、この東京、まあ全国的にも皆さん感じるというか感じられてるでしょうけど、はい、この気温の差と天気の違いは何なの。この時期は昨日の朝雪ですよ。雪でしたね。積もったんですよ東京。そうです、1センチ。どうなってんの。ほんで夕方にはお日様が出たんですよ。何なんだろう。だから昨日早い時間出かけた人と、はい、午後行動した人では、うん、1日の印象が全然違いますよね。3月ですよ、はい、これもうじき桜咲くとか言ってたのに、なんか浅草のなんとかっていうとこは雪が積もっちゃって、もう結局あの花びらのとこね、だからもうこのまま枯れていくしかないとかっておっしゃってた。かわいそうに、うん、ちょっと開花予想も出てます。いいね、花にかわいそうに、ね、はいはい、東京高知が一番早いんですね、うん、3月19日火曜日の予想なんで、そんな日にちがよう分かるよね。あれなんかどっかのソメイヨシノを見て観測する人がいるんでしょ。南部咲きとか、はい、標準木っていうんですかね、うん、でも3月19日火曜日ってことは、うん、こんなに寒い寒いって我々今言ってますが、はい、10日もすれば、うん、桜の話題なわけ。いやだから何なの。だからあの一応ダウンは残してんねんけど、いいのかな冬も。もう私ないのよそれで早めに出しちゃったわけ、はい、もうこんなにタートルネックのセーターとかね。今タートルネックでいいの。タートルネックじゃないですか。なんか言い方が、いや逆にあれじゃ、とっくりの方が古いから。とっくりは言わねえよ言わねえよって。いやでもタートルネックの先あります。とっくり、いやもう1個なんかあったかなと思って。さらになんかあるかな。ちょっと教えて。今例えば上に羽織るもんでもさ、私たちはオーバーコートとか言ってたのにアウターとか言うか、アウターって言うんですね。分かれへんのよ。だから今あのさっきもちょこっと話しててドラマで不適切にも程がある、が結構人気なんでしょ、はい、昭和、はい、昭和と令和の比較でね。はいはいはい。いやなんかそのダウンは残してんだけど、カーディガンとか厚手のもん出しちゃったんですよ。でまあ耳ちいねんけど、こんな寒いの来たらこれ一回だ洗濯出したのに着るのもったいないなそうですからさ、だからいつも思うんですけど、うん、早いね。早いんですよ。あこさんね、人より多分ね2週間ぐらい早いんですよ。そう、で多分それでもね、もう性格ですよね。早め早めに何事も決めたいし、そうそう、それで、うん、もう明日は紺のカーディガンに白いタートル、もう今年最後とか決めてね、うん、で、まあ、火曜日ちょっと出る曲行くのは、はい、あのピンクのセーターにとか、もう来週の金曜まで洋服を決めてないと嫌なんですよ。それでその日に雨が降ったりすると変えるとかね、はい、洋服も靴もカバンも全部決めてないと嫌なんですよ。今日なんか時計もベルト茶色でしょ、茶色コーディネートで、カバンも茶色で、はいはい、靴も茶色で、そうですね、とか。それはどれぐらい前に決められてたんですか。これは1週間かやっぱ早いですよね、うん、だから服でさえ1週間前に決めるんで、うん、もうクリーニングに出すタイミングももっと早く決めたい。そうなのよ。だからもう大丈夫なのかな。え、一応今のところ来週は、うん、もう来週の土曜日は20度超えですんで。そう、なんか言ってたね、はいはいはい、ということはこのままあったかくなるっていうのがいいのかな。うん、責任は取れないですいやそれ取ってくれてもいいけどいや、まあ、日曜日までは晴れですよ。で、あの気温大体15度以上。もうさ、気温12度とかね、15度とか、15度ってやっぱ暖かいなと思うけど、はい、どういう体感か分かんない。風もありますしね。もう3度とか言われると寒いと思うけど、はい、いや、どうなってんだろうね。今日もそうなんですよ。北風がありますんで、うん、予想最高気温は高めではあるんですけど、うん、ちょっと寒いですからね。どうなんだろうね。最高気温12度ですか。でもここへ来る時も見てると、まああの皇居のところね、あのランニングしてる人は半袖とか、そうですね、タンクトップだったけど、他の人はみんなダウン着てはったからね。そうですね。まあそれこそ三寒四温ですから、三半期間で間違えたでもなるみたいな今日も
ちゃんと音読しましたから菊池寛を早めに読みました。菊池寛読んでんですか。いやなんか そこに入ってんの、いろんな作家の人が。あ、そうなんですか。夏目漱石とかいろいろ昔の文豪っていうか文章、だからそれを早読みして、そう、この間オープニングの伊賀にせ、あ、オープニング、いろんなこと思い出して、どうしました。いや、これをね、先週聞いてくださった人が、はい、うちのマンションに住んでいらっしゃる方で、で、亡くなった王会長、ポリプロのね、で、すごく仲が良かった人が、で二人一緒に私のコンサート来ていただいたりとかね、やってた人が T さんって言うんだけど、腰も聞いてらっしゃるかな。かっこいいんですよ。すごいお年なんだけど、私よりもちろん年上で、会社とか経営してらして、で車とかクラシックカーでこうなんか競争があるんだって、そういうのに出たりとか。レーサーのライセンスも持ちなんですか。もちろんもちろん、はい、車も駐車場に3台ぐらい入れてらっしゃるんですけど、でその方がラジオ聞いてましたよって、でその時またちょうどもうこれどうしたのかっていうぐらい今日も一応嬉しいと思ってセブン行った日だったあの部分を聞いてらしたんですね。特にそうそうそう、レシート読み上げたところ、うん、それでセブン行ってらっしゃるんですねって、そうなんですよって、もうお世話になってるんですよ、社長知ってるんですよ、えセブンの社長、ほら名前なんておっしゃったかなとか、いやいや私セブンの社長さん知りません、お会いしたことないですとかって言ったら、あ、僕よく知ってるんで、なんかどう、え、田舎が一緒なんだ、同郷、同郷ですね、同郷でいいのかな、はい、言葉怖いそれで、あ、もうくれぐれもよろしくお伝えくださいと、はい、もう36年何にも文句言われずにやってますとかって言ったら、はい、いやいやもう楽しいですよとかおっしゃってくださって、どこにどういう知り合いが、そうですね、なんか分かれへんな。もともとアコさんは T さんとお知り合いなわけで、はいはい、でも T さんがセブンイレブンの社長とのつながりは知らないから、そう、初めて私がセブンの袋持ってたから、あ、そういう時なんですね。またね、そうなのよ、セブンのねつながりますね。いやいや、でも企業ってよっぽどのことがない限りよく社長も変わったりしますよね。まあ、ね、何年かの周期はありますよね。それは、まあ、トヨタなんか長かったりしますけど、車でもね、何でも。だから社長って言われても、うん、そうですね、うん、でもそう今パッと思い出して、そうだ、いろんなところに知り合いいるんだ。そうですね、うん、いや、この間、おととい、いつだっけな、会社でボイトレしたんですよ。ボイトレしてポリプロの会議室ですか。うん、目黒で、目黒、会社ももう引っ越しするんです、もう老朽化っていうか、はい、聞いてます。で今度なんか帰るんですね、また、うん、なんか五反田かどっかに、3年ぐらい五反田に、そう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 、それで最後の会社での、はい、会社のスタジオでのレッスンだったから、何度も何度もやってきた場所ですもんね。そう、何十年もね、何十年もボイトレの、そうで、もうディナーショーの時もコンサートの時もやってて、さあ今日の夕飯何にしようかなとかと思って、全く思いつかないな、お味噌汁、いやでも干物を焼いて、でそうか、きゅうり買って、でマカロニがあるからマカロニサラダして、そしてゆで卵をして入れなあかんなとか思って、なんかしてる時になんかコロッケ食べたくなって、うわコロッケ、じゃがいも潰してひき肉合わせて、たまに大変やな。そういえばさ、会社のうちの近所ね、ホリプロで前に一回私がコロッケって薬を飲まなきゃいけなかったんで、なんか胃に入れなきゃいけなかった、コロッケセブンかなんかでコロッケ買ってきてよとかって言って、はい、でコロッケ買いに行ったことあるよねってうちの T 君に言って、あ、ありますあります、うん、でもなあ、コロッケメンチもいいけど私が行って、どうかな、どう思う、で M マネージャーに、大丈夫じゃないですか、この辺サマーズね、ホリプロでサマーズが2人で大竹と三村とうち
ち合わせしててもその辺でご飯食べたりしてますよ。あ、いいね。私その会社の出たところのあの五右衛門っていうかね、スパゲティ屋さん、ね、それとかあのスパジュローとか、あの辺どっちが美味しいと思う？あ、これは言わない方がいいな。いやいやいや、でもこれ言わない方がいい。これ言わない。ほんならあのタコさんが行くとこじゃないですって。サマーズとか行ってんでしょとかって言って、はあ、で、まあ、驚かれたりとかね、うん、あるし。いやでももう目黒に私が、はい、そのスタジオがないんならあんまり来ることはないと。そうですね、しばらくはもうなくなりますよね、うん、用事がないもん、はい、私契約も関係ないし、じゃあ目黒のセブン行ってみよう。あ、芸能人慣れしてるかもわかんない、うん、ひょっとしてね。確かに事務所も近いし、そうそうそう、タレントさんも行くことも多いセブンイレブンかもしれない。小さいですよってか、もう小さくてもでも商品あるかなとかって言いながら、でうち車乗ったんですよ。どっちにしろ車乗って行かなきゃ歩くにはちょっと遠い、はいはい、で今股関節もだいぶ治ってるけどちょっと坂道、坂道、ね、目黒って坂多いじゃない。でうち運転手さん新しくなったんですよ。今まで27年勤めてる人が定年 で、はい、で新しくなった人がちょっとそこのうちのマネージャーがそっちの左のセブン、あんな狭いとこ行くんですか、そんな狭いの、4畳半ぐらいじゃ、4畳半セブンで4畳半ったらどんなもん置いてんの。確かに。したら T 君がそれはないですよ、6畳くらいあります。そんなちっちゃいの。おやおや、4畳半と6畳。そしたらさ、確かに小さい、確かに入り口がなんていうの、自動ドアなんだけど、はい、ドア1枚、うんうんうん、狭、はい、って感じなのよ、狭って感じなんだけど中入ったらもうこれでもかっていう商品。あら、これいいじゃないですか。いやだから私ね、最近セブンどう、目黒区下目黒1-3-1ぜひ皆さんご利用ください。いやいや、目黒区の方はね、いや私はこれ今一番気に入ってんのは、また長めのレシートですね今回も。わりかし、はい、結果買っちゃったんですよ、はいはい、でも今回いつも5000円超えるの、今回4406円です。いつもに比べ、もう絶対今探すのが、明太子シャキシャキポテトサラダ、これも美味しそう。酒のつまみ、あっ、今日禁酒日やん。今日なんでこんな、気候で天気の話から。そうですね、今日はですね、いつも以上に思ったことを全て口にされています。なんで今日いつもこんなに、スパゲッティ止めたの。でもスパゲッティの止め方も、あ、これは言わんといた方がええなって。そこまで、そこまで言ってるから。いや、どこって言ったら、よく、まあ、止めましたよ。どっちかって言うとよくないじゃん、はい、よく止めました。いや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 、でもいろんなね、はい、どんなところに人がお知り合いになってるか分かんないから。いや、本当ですね。いや、嬉しいですね。いや、そうそう、この番組はセブンイレブン一社提供でもう35年ですか。あ、35年ですか。36年目ですかね。そうですよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、悪いことはしませんから。悪いことはしません。何、悪いことってどんなことや。いやいや、あの、心配かけるようなことはしません。はい、ということでね、もうとにかく本当に一番最初の話に戻すようですけど、はい、戻してくださいね。お天気です。あ、とにかくもう三寒四温ね。三寒四温言うてからおかしくなった。おかしくないです。それ私をいじくったわけだから。いじくってないですよ。季節用語ですか、三寒四温。いや、宮根ちゃんが来た時にね、三寒四温って言おうとしたら、え、なんて言った、三半期間三半期間って言ったんだ。はい、そうそう、私が三半期間が弱くて、うん、ちょっと耳鳴りげって話した時に、あこさんが三寒四温って言って、それで音読とかなんか音読みとかなんかわけわからんことを引っ張っちゃって、はい、そうそう、ということで、でもとにかく本当に風も流行ってます、はい、あの周りを見渡してもですね。いや、それでコロナもまたね、なんかね、なんか流行ってきてる。そうなんですよね、うん、なんか、まあ、テレビ番組なんか見ても、うん、急遽 MC なんかね、3人ともいなくない、そんな番組あるんだ。だからそれもすごい、まあ、ちょっとかつてのコロナ禍をちょっとね一瞬よぎる、はい、まあやっぱり気をつけなきゃなということで。そうです、そうです、はい、改めて都心は今日12度まで
気温は上がる予定。なんとなく暖かい感じです。そうですね、はい、北風の影響があるということなので、はい、暖かくしてお過ごしください、はい、今週もあこさんのラストホールツアーのお知らせをさせてください、はい、埼玉公演が6月12日水曜日、はい、大宮ソニックシティ大ホール夜6時開演、はい、大阪公演が7月23日火曜日大阪フェスティバルホール、はい、夜6時30分開演となっております、はい、詳しいことは和田アキ子オフィシャルサイトをご覧になってください。それでは1曲お送りしましょう、はい、夜な夜なダンスを久しぶりにおかけします、うん、現在ミュージックビデオの再生回数は2787万回。すごいですね。すごいですね、はい、しかもこちら2月からは太鼓の達人のスマホアプリにこの曲が追加されます。わ、嬉しいですね。太鼓の達人リズムコネクトに追加されますんでね、はい、ぜひぜひこちらの方でもお楽しみください。それではお送りしましょう、アッコさんで夜な夜なダンス。